はい、どうも、海です。本日は、ブレインダム3実況していこうと思います。はい、めちゃくちゃのめちゃめちゃお久しぶりのゲームです。はい。ですね、もうこのゲーム70ぐらいまでやってるんですよね。74までやってて、もうそっから全然ね、やってなくてね、ちょっと久しぶりにこのアプリをね、見つけたので、見つけたというかね、自分のね、アプリ一覧にあったので、あ、これ久しぶりにやろうと思ってね、ちょっとクイズ系のゲームをなんかやりたくなったので、はい、これをまた久しぶりに実況していこうと思うんですけども、しかもね、なぜかね、またね、問題変わってるんだよね、これ。なんだろう、こういうゲームってさ、ちょいちょいアップデートとか入ると問題が変わるのかな？代表が。6問目からね、過去に私が動画上げてたやつと問題内容が変わってるんですよ。なので、ちょっと6問、6からやっていこうと思います。74までやってたのに6に遡る。はい、プレイ。生き残るのは誰？はい、こんな問題はやったことないんですよ。これは、どっちだ？右の B の人の方が明らかにね、枝がやばそうなんですけど、そういうことでいいのかな ?B。醤油は？理由を探せみたいな感じ？はい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 。で、こっちは？なるほど。右の方が、じゃあ、大丈夫じゃん。まだ根っこを繋がってるから。こっちも、ネズミ。ネズミ独特。はい。生き残るのか。ごめん、間違った。こっちだ、B じゃん。生き残るのは B です。死ぬ方を選ぼうとしてた。外側が内側にマッチしてるとは限らない。確かに。もうまんまと私騙されちゃった。もう見た目だけで判断しちゃった。ごめんなさい。ダメだね、本当に。じゃあ、はい、7問目行きましょう。はい。彼らを集中させよう。なるほど。パズルゲーになった、これ。まず、本を読むから彼はこうだ。で、この暗いやつをこっち。はい。そうするとこう、こうでいいのか。はい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 。お右側の汗拭いてたのか、おじさんは。なんだ、何してるんだろうって思ったら、暑かったのか。彼らが同じオフィスにいたら、言い合いになるだろうな。なんでそんな嫌なこと言うの？絶対言い合いになるじゃん。もう絶対に一緒にいちゃダメな3人だって、あれ一番。組み合わせちゃいけない3人。はい。すごい嫌なこと言うね。ウクレレを直そう。わお。なんかすごいぐるんってなってるね。このヒゲ！ヒゲ？ヒゲ？ヒゲを、おぉ！ヒゲだ！大丈夫？ヒゲって、弦になるの？大丈夫？代わりになる？メキシカンだね。タコスが食べたくなったな。そう、今の問題でタコス食べたいとはならんけどね。はい。じゃあ、9問目。彼女を勝たせよう。チョキ、ちょっと待って、チョキから、こいつずっとチョキ出してるね。最初はグーでもずっとチョキ出してる。わかりやすい。はい。びっくりした。なんでって思った。簡単。じゃんけんで一度も勝ったことがなくてね、複雑なルールだ。そうなの？生きてきて一度もね、じゃんけん勝ったことない人っているのかな？相当な不運じゃないそれ。そんなことある？おじさん、すごいよ。それ逆に才能だって。ウェディングケーキが必要だ。はい。絶対段差逆ですね。はい。で、はい。わお。めちゃめちゃね、簡単。優しい。まあね、まだ7問目だから、8問目 ?7 問目だからね。なんかこんなのあったな。懐かしい。これはね、飛ばします。11。はい、プレイ。彼女のヒーローにしよう。彼女をヒーローにしよう。はいはい。もう、ヒーローにぴったりな色がありますよ。これを塗る。これを着る。おお一瞬にして服が変わった。はい。なんか、変に胸、谷間見せてきたけどね。着替えた瞬間。はい、12。はい。いいですね。サクサク。塔を完成させよう。このパティーン多いですね。パズル系。とりあえず、これは、こうして、こうして、ん？こうして、あ、あったあった。え？お？あ、
に合わせるのか。だから、うわー、ちょっと待って。ピサのシャフト、これだよね、多分。これしかわからん。あ、これ。あ、あとはこの2つ逆ね。正解にならないってことが。やばい、もうめたい感じで当てちゃった。面白いのはどっち？ TikTok、Instagram、もうそんなアンケート取ったら戦争になるって。しかも私両方やっとらんけん、これちょっと投票できませんね。ごめん、両方やってないわ。じゃあ13、はい、やりましょう。もう TikTok とインスタやってない。なんかね、全然今時じゃない感じするわ。白衣ですね、一番右が。あ、左が。あ、もうあった。あ、もうあ、あ、ここが、はい。おお。何このパズル形式流行ってる？このブレインダム3。多いっすね。彼女たちはホワイトカラー労働者か、それともホワイトコート労働者か、何を言っておられる。ハゲおじさん、何言ってんの。14、はい。この人ちょっとやっぱおかしいですね。彼らはロマンティックなディナーが必要だ。はい。ロマンティックじゃないのね。なお互い携帯、まずスマホ置け、スマホ置きなさい。もうこんなディナー中にスマホ触らんよ。あ、あ、おー、すげえ。ポスターが夜景になった。すごいマズイックですね。なんでエッフェル塔はこんなロマンティックなんだ。エッフェル塔だったの、さっきの。いや、でもロマンティックでしたね。めちゃくちゃ綺麗な夜景。だけどね、あの二人携帯はね、話してなかったよ。携帯は置いてなかった。携帯置け、まず。ご飯食べるときぐらい置きなさい。彼の絵の仕上げを手伝おう。これ何色、なんで泣いてるの、めちゃくちゃ。パレットで色を、あれあれ、こういうこと、あ、はいはい、これで、あ、ここで色を足す、緑、はいはいはい、なるほど、背景の緑の色を作るためには、何今混ぜた、緑と、え、黄色と青を混ぜたら緑なのかな。ミスなんてない、ちょっとした幸運なアクシデントがあるだけさ。ボブロス、あ、本当にそういうなんか名言があるの？ミスなんてない。ちょっとしたコーナーアクセデント。なんか、おしゃれ。いいですね。いい言葉。はい、16。いい言葉、ありがとう。嘘をついているのは誰？僕が君を招待したんだ。いいえ、招待したのはデレクよ。誰、デレク？デレクは誰だ？ロック。ロックかかってるけど、どうしたらいい？勝手に開く？そんな簡単に開く？指紋認証。こう指紋認証とかじゃない？じゃないか。どうしたらいいんだこれは。どっかに、あ、これだ！ 1996! バースデー？はい。生年が、あれなのかな？バース、1996。そんな簡単なパスワード大丈夫？あれ？あ、6。ディナー。デレク、あ、デレク！デレクがしてるんだ。あ、ちゃ、もういろいろごちゃごちゃ。デレクがメッセージ送ってるから、家招待したのはデレクよ。だから、デレクが招待したんだよね、この女の人は。だから嘘をついているのは A。はい。なんでそんな嘘ついたの ?A の人。君を夕食に招待していい？嫌だ。ごめん、めっちゃ冷たく言っちゃった。絶対このおじさんとね、喋ってたらもう会話成り立たなさそうだもん。やだ。嫌な時は嫌って断ります、私はちゃんと。はい、17。はい。彼女がお寿司を食べるのを手伝おう。お寿司だけど、お箸一本しかないね。それぶっ刺すのは行儀良くないからね。あ、うわぁ、竹、おぉなんでそんなとこにちょうどいいサイズの竹があるの？お寿司の好きな妖怪は？カッパ、カッパ、カッパ寿司ってこと？カッパってお寿司好きとかそんなんあったっけ？キュウリが好きなんじゃないの？はい。18。最初に、あ、出た！パズル系。これはですね、最初に育つの？え？これ。え？え？下も関係ある？でも、あ、あー、なんか知らんけど真ん中が育った。な、合ってたのか今の。時々謎解きを諦めてフラワーガーデンを作りたくなることがあるよ。
諦めないで、おじさんがこれ作ってるの？だったらめちゃくちゃ天才だね。ごめん、さっきディナーね、ちょっと断っちゃったけど、ちょっとね、この謎解きは楽しいからありがとう、作ってくれて。どんどん作って。はい、19。ね、嘘をついているのは誰？私のマスカラは防水よ。いいえ、防水なのは私のよ。あ、これ見たことあるよ。これはやったことあるわ。はい、ちょっとさっきのレベル19はね、見たことあるやつでしたね。ちょっと確認したんですけど、過去にやってました。骸骨を助けよう。リップ。お墓か、これ。なんで骸骨を助け、どういう状況？え、これもう掘って、骨を掘り返すとか。あー、骨掘り返しちゃった。あ、これでワンちゃんに食べさせるとか。あれ？ワンちゃん、あ、これ、あ、足か。骸骨に足をつけるんだ。あー、また始まった変なルーレット。虹を作ろう。虹？虹、どうやって作る？え？これ？これ何？ひらみ、あ、は？え？へぇー！へぇー！どういうこと？何一つ理解できんかったけど、なんか虹できたね。どういう原理だ、今の。謎だな、マジで。謎解きなのに謎解けなかったけど。宇宙にいるのは誰？こんなの浮く人か浮かない人かでしょ。おー、あ、じゃないじゃん。はい、この子を、あ、はい、ふわん。おー、面白い。こういうのめちゃくちゃ面白い。はい、なんかスマホならではみたいな感じじゃない？あ、パソコンでもできるか。あなたは？あ、猫型。犬型、猫型、どういうこと？猫派、犬派でいいのかな？だったら犬派なんだけど。合ってる？犬型、猫型ってどういうこと？はい、23。プレイ。彼が彼女に好かれるように助けよう。彼が彼女に好かれる？な、どういうこと？どういう見つめ合い方これ。何？何だろう？この見つめ合いは。好かれるように。この瓶。こう、色怪しいね、さっきの。これ、髪の毛があったら好かれるんかい。髪がふさふさになって、彼は幸運だ。俺とは違って。いや、いいよ。全然、それも個性だからね。俺とは違ってな。めちゃくちゃなんか皮肉な言い方ですね。はい。24。彼女にパーティーの準備をさせよう。おー、はい。シンデレラみたいな感じですね。あ、これは？あ、髪をつけて。おー、あ、これでいいの？あれでよかったんだ。なんて素敵なんだ。あー、惚れちゃったー。このおじさん惚れちゃったー。